55からのタケノコ生活。最近韓国往復の航空券が安いので旅行に行くから多少は予習しようと、日韓併合時代の日本の小説を探したところ、中島敦の虎狩りを見つけて読んでみました。上品な中島敦の文章に感動しました。それで日韓併合時代の建築物の代表例として旧ソウル駅舎を見に行ってきました。1925年に建てられ、2004年まで利用され、2011年に文化駅ソウル284としてリニューアル。玄関前には1999年の鉄道100周年のモニュメント。玄関から中に入ると、中も格調高く作られています。虎狩りを読んで当時の雰囲気が忍ばれ、よかったです。中島敦は素晴らしいと思い、次に干渉ミクロネシア準島気象を読んでみました。こちらも日本の統治下の時代の話です。最初の舞台のパラオですが、私が約10年前にスキューバダイビングに行った際の動画を見返してみました。こちらも中島敦の文章が美しいなと思いました。最後に中島敦の代表作「三月期」ですが、読み進めるうちに、あれ読んだことあると気がつきました。高校の多くの教科書に載っていて、今の私には朝鮮の話として楽しく読めて、40年を経過しても名作だなと思いました。ご視聴ありがとうございます。終わり。